はい、南海難波駅です。2階に南海線が走ってます。そこを南館を外に出て右手に曲がって日本橋方面に歩きます。ここからホテルに向かいます。その建物自体が難波シティになってます。1階が吉野家の牛丼が入ってます。反対側にはローソン、コンビニがあります。で、このローソンの前をちょっと行ったところに今日泊まるホテルエスプレッソ難波があります。周りはこんな感じです。難波パークスが見えてますね。フロントです。重厚な木の扉になってます。で、中に入ります。フロントはシャンデリアがあって、大きなテレビがあって、ソファーがあって、まあ大きくはないんですけども十分な広さですね。で、フロント、ここで近くのお店のお得なクーポン券をゲットできます。で、インターネットが使える PC があります。ここはアメニティですね。自分必要な人は自分で持って行ってくださいというスタイルです。で、上からですね、歯ブラシ、ボディウォッシュ、ヘアブラシ、綿棒、ヒゲ剃りで、下はコーヒーで、下はスリッパですね。あとはゴミ袋で、傘も貸し出ししてるようですね。で、キッチンもあります。電子レンジと、ですね、あとは使用済みタオルはここに入れてください。チェックアウト時はこのポストの中に鍵を入れたらいいです。あとはそうですね、イベントがあったみたいなんですけど、コロナ禍でやってません。うん、1階にはシャワー室とトイレがあります。シャワー室こんな感じですね。綺麗です。扇風機もありますし、洗面台も綺麗です。洗顔フォームとかシャンプーとかいろいろあるんですけども、個人のものなのかホテルのものなのかよくわかんないです。はい、ドライヤーですね。はい、綺麗です。髭剃りは貸し出しになってます。タオルはここから自由に使ってくださいっていうスタイルです。注意書きが書いてますね。シャワーするときはドアを開けっぱにすると、いけませんよということですね。シャワー室はこんな感じです。綺麗ですね。で、2階に上がっていくと客室フロアになります。エレベーターはないです。こんな感じですね。綺麗です。203号室ここに泊まります。はい、和室になってて4畳の畳、小さい畳が4畳と奥に襖がある感じで、エアコンも綺麗な大きいやつがついてます。快適でした。で、チャブ台といいますか、作業机がここにあります。布団ですね。自分でシーツをつけ入れないといけないんで面倒なんですけど、大きさも一人だったら十分の広さです。で、この
入り口入ったところのドアを開けるとラゲージスペースですね。ここにスーツケース15入ります。で、反対側には洗面台と冷蔵庫、ドライヤーもありますね。お湯も出ます。ハンドソープに、下が冷蔵庫で、中は何も入ってないです。コップがあって、ゴミ箱、靴べらで、コンセント、ここにもあります。ドライヤーはパナソニック製ですね。テレビも、はい、綺麗に映ってました。バドミントンやってましたね。エアコンです。 0.5 度単位で切り替えるダイキンのエアコンですね。ここインフォメーションですね。ホテルの案内です。取り扱い方説明書もあったり、周辺のガイドだったり、危険物の注意だったり、いろいろ書かれてました。こんな感じですね。はい、室内の注意も書かれてます。電気ケトルですね。中も綺麗です。 Wi-Fi は90Mbps 超えてました。上りも 90Mbps 超えてて超高速でした。これが Wi-Fi ルーターですね。LAN接続もできます。つないでみると、90メガですね。はい、上りも90メガ超えてます。 Wi-Fi と同じぐらいですね。で、下には金庫、セーフティーボックスがあって、で、扉を開けると、壁です。景色はないです。で、2階各フロアにトイレもあります。フロアに、各フロアに1つある感じです。少し少ないかなぐらいですね。綺麗ですね。はい、ウォシュレットも最新のやつですね。綺麗です。中国語で注意書きが書かれています。綺麗に清掃されています。で、4階から5階に上がっていくと屋上に出れます。屋上はこんな感じです。何にもありません。喫煙は屋上でできますね。で、ここに一機、洗濯機と乾燥機があります。30分100円。洗濯は1回200円です。今ここからナンバーパークスが見えますね。で、南海鉄道が走ってる感じです。めちゃくちゃ近くて便利です。はい、チェックアウトします。